はい、秋葉です、ここはね、まあ、会津西街道っていうのかな、これ栃木県内だと思うんだけど、まだね、今日はね、あのキャンプのイベントで会津方面に向かってるんだけども、まあ、東京から出発してね、高速をずっと走っていけば楽なんだけども、まあそれだと面白くないんでね、まあ宇都宮から一般道に降りて日光方面から、鬼怒川温泉の方を通って今これ会津西街道なんですね。このまま北上していけば会津方面に行けるんだけども、なかなかここはね、風光明媚で、まあ、ツーリングスポット的になってるんだけども、なんかすごい景色だね。まあ、この辺はね、昔はよく走ったんだけども、まあ、今東京に住んでるんでね、なかなかこっちの方までは来にくいんだけども、まあ今日はね、宇都宮に泊まったんでね、まあ、朝からこっちの方を走れるってことなんですね。国道121号線ですね。日光市、この辺まだ日光市なんだね。まあ、この辺はね、なかなか普段見られないようなね、すごい景色だね。会津若松まで78キロ。わあ、すごい、なんか綺麗な渓谷だね。というわけでね、こういう感じで、この会津西街道ってね、雰囲気がある道でね、まあ、ツーリングにはすごいいい感じのコースですね。もうとっくに福島県には入ってんのかな。で、これからね、大内宿に寄っていこうということで、まあ、大内宿ってね、観光地で有名なとこなんだけども、まあ、昔ながらの宿場の雰囲気が残ってるってことでね、結構すごい人が集まるようになっちゃってるんですね。まあ、何年ぶりかで行ってみましょうっていう感じですね。ああ、そこだ、大内宿拳ラインっていうのかな。重要県なんとか大内宿。大内宿まで5キロ。まあ、ここは結構なワインディングだね。これね、観光シーズンとかだとね、この道がえらい渋滞するんだね。まあ今日は平日だし、まだ紅葉シーズンには早いからね。あそこは駐車場だね。バイク専用、300メーター先だって。バイク専用。ここから、ここなんだ。ね、これただなの？まあ今日はこんな感じで、荷物満載なんだけどね。じゃあここから歩いていきましょう。一番向こうに見えてるうちが終わりに、あそこまでなんだろうね、きっとね。今日はね、こうちょうど昼時なんでね、まあ、おそばでも食べていきましょう。で、このね、名物は
ネギそばっていうネギが一本丸々ついてくるやつなんだけども、これネギをかじりながら食べるとね、口の中がすごいネギ臭くなるんでね、今回は山菜そばにしましたと、ね、自分が子供の頃にはね、こういうこんな感じの日の見えぐらいってあちこちにあったんだよね。というわけで、大内塾からでした。今回は以上です。